こんにちは、ヌーベルポアンティスムの大塚まりえです。早速作品の紹介をしたいと思います。ご紹介しますのは、釣り人という作品タイトルの作品です。こう氷山の一角でこう釣りをたしなんでいる男性の絵なんですが、特に魚もいないので釣れる気配はないんですが、この釣り竿を垂らしてるっていうこの時間を楽しんでいる絵を描いています。ちょっと細かいドットとチューブとの筆と使い分けているので、ドットの粒も強弱があります。実際の作品もいいんですが、動画でもこういうふうに楽しめるので、よかったら見てください。バイバイ。